はいどうもー。あ、てかさ、ナムジ氷河された時のシャンクスの一言と遠方から帰ってくるって一緒だよな。あ、どういうこと？どちらも期間でしょ。おわたがヒュビゴーポンポンポン。というわけで皆さん、こんにちは、こんばんは、レッツだよー。というわけでね、はい、やっていきましょう。今日は赤髪シャンクスというわけでね、はい、シャンクスが破棄状態の時にナムジ氷河されても、おー、聞かへんと、凍傷状態、聞かへんというわけでね、期間ですよね。遠方から帰ってくると期間と言います。というわけで、本日はその遠方から教習をして、すぐに帰還していく、そして火力を上げていって、ガンガンワンパンしていく、そんなシャンクスをお届けしていきたいなと思います。はい、スキルに短縮型メタルをつけております。はい、まあ株ね、上がりましたよね。ヤマトが登場してからね、よりちょっと前より上がったんじゃないかなと、思いますね。はい、で、裏相方ガイドを組んでいきたいなと思います。戦うゲッターメダルをつけております。サポート、こちらアタッカーゾーン新世界となっております。まあでも、あのね、マッチによるんで、まあヤマトがいっぱいいる試合の方が、嬉しいんですけどね。まあ頑張っていきましょう。皆さんよろしくお願いいたします。ご紹介ください。レッツバウンティー。はい、で行きましょう。よろしくお願いします。いいですね。なんと相手さんヤマトが4体いましたね。最高じゃない？そういうマッチは最高じゃない？というわけで、ガンガンヤマトを潰しに行きましょう。よろしくお願いします。はい、もう、シーハタとかもう一旦どうでもいいかな、これはね。行きましょう。まずは、確実にヤマト君2体を落としていきたいね。はい、行きましょう行きましょう。こっちですね。あ、もう行っちゃおうかな、じゃあこれは。フルチャージだドン。あ、オッケー、シールド割れてる。はい、今回避使った。あ、もう握っていいじゃん。握っていいですか。はいはい。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。そしたらジャストで入って、ワンツースリー。はい、オッケー、ワンツー。はいはいはい、オッケー、ワンツー。はい、ワンツーのスリー。はい、ワンツーのスリー。はい、ジャストで入る、ワンツー。はい、強襲でワンパン。はい、オッケーからの、ワンパン。はい、オッケーオッケー、ワンツーのスリー。はい、気持ちいい、ジャストで入る、回避を待つ、ワンツー。はい、オッケー、回避待ちたい、ワンツースリー。はい、いいですね。はい、ナイス。気持ちよすぎ、ここからの、いっとけ、ワンパン。はい、オッケー。はい、オッケーオッケー、で回避して、ワンツーの、はい、オッケーからの、ワンパンせ。あ、それは無理か。かかと落としですね、これね。はい、確実にね。はい、オッケー、ナイス。もう火力ぶち上がっとるんで、あとは任せます。オッケー、じゃあ、あとちょっととりあえず、ここゲッター、まず潰そうか、確実にね。確実に潰して回避使ったってことは、ここからのワンパン。はい、オッケー。で、ヤマト、俺が見るから、ヤマト2台ね。あっち、オッケー、あっち2人いるから、ちょっと一回任せようかな。で、ブーストでしょ、ブーストでしょ。オッケー、オッケー、オッケー。とりあえず、ここだけ、ブーストだけ時間潰させて、ここ、ジャストで入りたい。無理やった。はい、はい、はい、はい。ということ、ついといて、ワンからの、オッケー、ジャストで入る。あ、大丈夫、いけ。え、ワンパン？嘘。ちょっとまずいかも。あ、よかった、よかった、よかった。はい、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 ここを。はい、オッケー、ワン、ツー、ノー、スリー。はい、はい、もろたで、もろたで、もろたで駆動。はい、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 ワン、おいっすね。はい、はい、はい、ワン、ツー、はい、ナイス。で、俺が今度ここ握るの、後ろから誰だ、あれは、見えへんけど、ちょっと待って、ジャストで入って、ワン、ツー、ノー、スリー。オッケー、じゃあそこは一回任せようかな、ゾロ君に。一回任せようかな、ここかな、こっちかな、こっちのキング見とこかな、6番さん、ここワンからの、こっちからの、ジャストで入って、ワンツーのスリーかな。オッケー、強襲でワンパン。はい、オッケー。そこかな、ワンパンぜ。あ、それは無理。いや、これは追いつこう。ワンツースリー、ワンツーからの、オッケーオッケー、大丈夫。今日ワンツーの離れを一回離れとこ。はい、はい、はい、もうこれやられたらクソもったいないからね。オッケー、かかと落とし、ワンツー。はい、ナイス。で、あそこに俺が強襲で一撃で行ってたんやろ。任しといてよ、それは俺が行こう。ワンパン。あー、気持ちいい。任してくれよ、任してくれ。で、あともう B アドだけやから、まあ、絶対大丈夫やろ。あれは150やから抜かれへんからね。オッケーオッケー、任して。で、ブースト来るやろ、ブースト来るやろ。ういしょい、しょい、はいから、オッケーオッケー。はい、もう最後これね、無敵終わりに行きたいんですけどね。大丈夫かな、新速ギター、ワンからの、教習、行きたかったな、9900やって、1万いけよ。何それ。ナイスよ、ベピア、ありがとう。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。いや、もう気持ちよすぎひんかった、さっきの。まあでもさっきのはね、まあ無事がんなきゃ青がおったら、ヤマトがおったら、そらまあね、あんな輝けるよね、ちゅうことでね、シャンクスやっぱ株上がってますね。はい、行きましょう。よろしくお願いします。この試合、まあ、いたはいたかな、確かね。ただこの試合をどうするかですよね。おりんちゃんが3体いるんでね、しっかりと立ち回っていかないといけないということで、はいはいはい、ワンからの、オッケーでが、ジャスト入って、ワン、ツーの、スリーまでいっとけ。はいはい、
いはいはいはい、でこれで OK 使ったからここからの、なんで飛べへんの今の、今の飛べへんのはほんまに意味わからへんねんけど、ジャストで入ってワンツーのスリーからのちょっと一回覇気使っちゃおうかな、一回離れといてワンパンしてジャストで入ってワンツーのスリーでいっといて、はい大丈夫大丈夫、火力を上げていこう、火力しっかり上げていこうねと、はいはいはい、で回避使う、使わない、使わない、こいけ、ここジャストで入っとけ、ワンツーのスリーからの強襲いっとけ、はいオッケー、で吐き解けたんでここはしっかりと距離取らなあかんねんけど、こうワンツー、はいナイスケよ、素晴らしいですね、ワンパン、はいオッケー、ヤマトどこ、ヤマトどこ、オッケー、取って取って取ってもうて取ってもうて、ありがとうございますと、ナムジューがキカーン、吐きだからあそこも任せようかな、でここでとりあえず取ってもおて、おにぎり来るから、じゃあそれ入っとけ、オッケー、ワンからの、怖い、吐き溶けてる吐き溶けてる、この時間が危ないよ、ちょっとブースト待とうよ、ブーストとは無敵待とうよね、これね、完全にね、これはね危ないよね、いっとけい、このけいっとけい、ワンパーン、危ねえ危ねえ、ちょっとやめて、ゾロは嫌だ、ゾロは嫌だ、ゾロは嫌なんで、ちょっと一回捨てよ、やめよ、危な、なんてことするなんてことする、ワンツースリー、オッケーオッケー、こう落とそうぜ、二人で落とそうぜ、二人でナイス、ありがとう、すばら、出てヘブンリカなんかしてくるでしょ、こんなんね、ヘブンリカなんかしてくるでしょってんでしょって、あっちあっち来たよね、ここ、あ、ミスミスミス、やばいやばい、うえいうえいと、ジャスト逆、お、ワンパーン、タゲ取ってよかった、いいとけいよ、ちょっといけちょ、あ、これだね、火力リセット一番だるいから、火力リセット一番だるいから、あ、5-3で切った、じゃあ独り占めしちゃっていいですか、独り占めしちゃっていいですか、これ、ワンからのオッケーオッケー、ワンツー、はいナイスいいですね、あ、ヤマトいる、ヤマトいる、ヤマトいる、ごちそうですね、ごちそう、ちょっとパクリに行きたいですね、これね、はいオッケー、ここからシャオー、あ、オッケー、ジャストで、あ、ジャストで入ってない、ちょっと待って、ヤマト行きたいな、これ完全に、完全にヤマトのとこ行こう、これは、行こう、ほい、ワンパーン、すばらー、すばらー、で、あっち行こうか、あ、ちょっと待って、これかぶったあかん、絶対かぶったあかん、絶対かぶったあかん、うん、いや、ゾロはちょ、任せよ、ゾロはそれ食らった終わりなんで、ナイスフォローなんですけど、ちょっと無敵を待ちたいよね、え、今のは絶対おかしいね、今のは絶対おかしいね、今のはさすがに納得いかないね、完全にジャストのタイミングだもんね、あれは納得いかないね、それはちょっと任せようかな、いやこれね普通一瞬取ってあげて、で俺がこう無敵打っていこうかなって、ジャストで入ってワンツーのスリーで打って、でここも大丈夫、あ、もう勝ちは勝ちやね、ここからのピャーオー、はい、こう3で行かせないよはい、オーケーで、ここも最後無駄に飛んでね、終わりですね、オーケーオーケー、いや今のおにぎりだけはほんまちょっと納得いかへんけど、まあ全然やれてるんでオッケーにしましょうかはい、オッケー、ありがとうございました、それではここでコメント返しでポンポンポンのお時間でーす。まずはこちら、レッドさんはナンパーしないんですか、お、ザンパーみたいに言うな、しきちゃうぞ、俺はナンパはせへんね、どっちか言うとされる方、うわうわ、ふざけるな。続いてこちら、レッドさん、殴りますよ、優しめのフリーザ。ラストはこちら、レッドさんをハゲタコであゆゆ作文、お、なんでそれでやるかわからへんけど読んでいこう、ハンサムで、ありがとう、ゲームうまいし、いいね、たくさんのリスナーを愛してるけど、お、めっちゃ褒められるやん、今日恋は無理、殴りますよ。後半戦に行く前にチャンネル登録高評価よろしくお願いします。メンバーシップも待ってるよい、各種 SNS もフォローしてください、詳しくは概要欄をチェック。それでは後半戦、 Here we go。はい、じゃあ行きましょう、よろしくお願いします。どうですかね、ここまでね、もう最高やな、やっぱ赤き覇王がまあ完全復活を遂げたというよりかは、なんて言ったんやろね、まあ出番が多くなったって言ったらいいんかな、そうですよね、うん、ちょっと前よりやっぱりやることが増えたっていうか、やれることが増えたみたいなね、そういうイメージかなと思いますね。まずはちょっとヤマトくんでございます。はい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 、ドーン行っといて、ここ離れといて、でそっちに、そっちに強襲、はい、オッケー、ワンピャン、はい、オッケーオッケー、落ち着いてね、ジャズで入って、オッケーオッケー、ワンツーのスリー、はい、ぶっ飛ぶー。あれ、こっからシャンクス同士では全然まだやりたくないんですけど、全然やりたくないんですけど、ワンツーのスリー、火力どんどんぶち上げていく、強襲もある、これ、ワンからのオッケー、回避待って、あー、ごめん、うわ、かぶっちゃった、これ。あー、ごめん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 。絶対強襲打ってくると思うんで、ファー、ワンピャー、オッケー。ほんなら、ちょっとあっち行きましょうかね。カイロウ君のカバーに入りたいんですけれども、できればね。はい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 。キング、はい、かかと落とし、ワン、ツー、やっといて、恐竜なってくる。はい、落ち着いて、ここにジャスト。俺のことをマヌケと呼んでくれ。
マジでマジかやらかしたごめんマジでもう一回言いかして今のはほんまにアホマジでドアホあれ二人人いい品かったっけ嘘マジかごめんいやほんまにやらかしてるわほんまにちょっとここから立て直させてすんませんいや3分耐久で全部4連戦でお届けしよう思ったのにミスったねどうしようかなでも一人ちょっととりあえず街道だけやからさ行ってあげたいんやけどちょっと離れとこうこの人怖いしうん行こう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 と見せかけてこっちはい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 ちょっとだけ削るっていういやらしさ行きましょうかこれブースやけどブースやけどこれもろたでくぞーワンピャーンオーケーあれあなんか逃げよした俺どうやったわからへんかったまあ、とりあえずもう逃げちゃおうかなオッケーブーストでしょでとりあえずちょっと待ってこれ危ないねさすがにブースト中はやばいこれさこれボットじゃないのあやってるなあーなんやじゃあもう一回ここ取ってもうこの試合はなんやおもんないやんじゃあおもんないやんこれ裏ボットやろだからおもんないやん全然おもんないやんこんなワンツーのスリージャストで入ってここからワンツーのスリーあちょっと何やラグラグいじゃあ待っていくぞシャンクスやろうぜワンからの一つでシューやってふっふっはーいじゃあもういくよこっちにこっちにこっちにもう俺ボットの相手とかしててもおもんないやんこんなあやろうキングやろうキングやりませんか僕とどうですかどうですか僕でやりませんかねやらないですか浦之助ランチャーううほっとこうもうそんなことよりさ C 型一直前にワンパンしたくないこれ惜しかったね行こうイエイワンピャーンでこの方が面白いやんなどう考えたってワン、いける大丈夫ワンあワンピャーンでここ一緒に取った勝ちやからあえてねあえてですよ皆さん会えましたよこれはなんでぼっといたおもんないもんはいオッケーまあちょっと一回死んでもうたあれはミスですねああいうこともあるとはいありがとうございましたはいじゃあレッスン行きましょうよろしくお願いしますまあでも相変わらずやっぱりなんか強襲って強いな思わへんやっぱり強いなって思うわ相変わらずねほんまにあの属性とか関係ないもんなマジで当たればほんまにもうなんかもう瀕死やもんな。ちょっとこれでじゃあ二人に任せて、ちょっとゾロ君とはできればやりたくないんですけれども、できればね、ちょっと待ってね、ここからの初手打ちで吹っ飛ばしといて、ここも、取ってもらいたいんで、取ってもらいたいんで、とりあえず突こうか、一発ね。で、これで無事に取れたでしょ ?OK、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 はい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 。ワン、ツーで、こう、あ、こうせんぜか。OK。ワン、ツー、はい、ワン、ツー、あー、だるいけど、このゾロ君は青に変わっておられる?もしかしてだけど、ワンからの、ここからの強襲一発。あーマジかお釣り方ガチごめん今のはいけると思った本当にやらかしてしまいました本当にごめんなさいちょっとこれはいきましょうかここからの無敵でフィューオッケーそれで大丈夫かなじゃあちょっと B やでイケ取りに行きましょうもうジェンクスは一旦ちょっと、飽きたっていうことで、オッケーオッケー、はいはいはい。で、俺がここをちょっと通り無理して、これがジャスル入って、ワン、ツーのスリー。はい、オッケーオッケー。で、ウタちゃん、あ、どこ行ったあれどこ行ったあ、ピロピロピのお時間ですね、うたちゃんね。ピロピロピのお時間ですね、それね。ジャストで入りますね。ここワン、ツーでいっといて、ここからのこっちであっち取りに行きましょうね。はい、オッケーちょっとごめん。この試合、ちょっと街道会になってまうのかもしれん。ははは、まあいいか。それはそれでいいでしょちょっと行こうか行こうか。ブーストもちょっと出てくるでしょ。ナイスベトベットのランチャー。ここからのこれ。はい、オッケー。ワンパーン。で、ちょっと待ってな。大丈夫、耐えてる。俺、お肉これ食べたいんですよ。できればね。できればね。回復風の方が溶けてからね、できればね、できればですよ。頑張れトレーボル、頑張れトレーボル。いけるいける、君ならいける、君ならいける。ワンツー、痛い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 、やばいやばいやばい、肉壊れるかもしれへん。いやこれでも回復風のお互いについてるやん。ここからのフォー、やはいバイバイ。オーケーで、あめ今やっと回復風の時なんかいな。今かいな。まあとりあえずまあ取って強襲食らうでしょこんなんは。オッケーオッケーラッキーでここからのこうピュー。オーケー、あこの人まだバフ上がってない系男子。オーケー、じゃあちょっととりあえずもうここちょっと見えへんぞ。ああ見えへんかった、ごめん。ワンツーからのここをジャストで入りたい。あ
あそんなんもうやめてよ、そいじめやんか、それはさすがに、さすがにどうかと思うけどね、ワンからの告知はそれ入っとけ。あ逆向いてる、逆向いてる、いや死ぬ、ごめんすいませんでした。でも最後ね、ラスト40秒ですけれども、これでシャンクスでいきましょうか。B 旗をしばいて B 旗を取れば勝ちやろ、C 旗はベトベットン頑張ってくれている、ここからの教授でワンピャーナイト、ここからの、あ、え、あ、倒したんかごめんなさい、ごめんよ。OKOK、まあでもここも3つで勝てるから落ち着いていこうや。もうブーストも来るし、最後さ、もう今日はもう定食も食ってもうてさ、これはね、ワンツーのスリーと、はい OK、 OKOK、 覇気もあるから、ワンツーの、はい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 、ジャストで入って、ワンツーの、あっちやばくない、大丈夫、あ大丈夫か、 OKOK、 あ OK、 勝ちですね。まあまあまあいいんじゃないですか、カイドウさんも頑張れるということで、まあ青属性いいひんかったから、ヤマトいいひんかったから、もうどうでもいいけどはい、というわけでね、どうだったでしょうかと、もう1試合目なんか 11KO してたからね、あのヤマトだらけのやつねだからやっぱりヤマトがいっぱいいればいるほどっていう、まあそれに伴って裏もね、青属性のゲッターとかね、なんかそういうのがいればいるほど、どん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 あの活躍の場が広がると、ただそうじゃない時のあのエンマゾロだらけとかやったらやっぱきついよね。だからそういう感じでいい感じにある今三角形のね、あのバランスが取れてきたのかなと思いますね。赤と青と黄色じゃないね、黄色って緑ね、いい感じにバランスがちょっと取れてるのかなとは思います、ヤマトの出現によってですよ。はい、なのでシャンクスにもしっかりとそういう活躍の場があって、それを倒すゾロの場があって、オリンがあって、キングがあってとかね、なんかそういう感じで回っていって面白くなってきてるんじゃないのかなと思います。はい、よかったら皆さん、シャンクスだってまたまた息を吹っ返してるんで使ってみていただけるかなと思います。というわけで本日はこれにて終わりたいと思います。皆様ここまでご視聴くださいましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 See you!